悲鳴。お前も血をよこせ。はい、甘えではない。はい、甘えではない。甘えだ。新選組の人が、新選組の人を。そうだよ、新選組の人間が新選組の人間を殺したんだ。君はそれを見た。問題だよね。近寄らないでください。刀は抜きたくありません。それってもしかして僕たちを殺しちゃうかもってこと？最高だね。当時君は落ち水を飲んだかわいそうな子たちに出会った。そして殺されそうになった。僕一人で始末しちゃうつもりだったのに、斉藤君。こういう時に限って仕事が早いよね。俺は務めを果たすべく動いただけだ。おい、そこの小僧。何か。ガキのくせに随分いいもん持ってんじゃねえかよ。よこせ。これは。いいじゃねえかよ。国のために使ってやるよ。なんだおめえは。サラ。何？なぜ死なない？なんだ？僕が始末しちゃうつもりだったのに。はじめくん仕事が早いよね。務めを果たすべく動いたまでだ。あんたと違って戦闘狂の気はない。ひどい言い草だな。否定はしないのか？でもさ、あいつらがこの子を殺しちゃえば僕たちの手間も省けたよね。さあな。少なくともそれは俺たちが判断を下すべきものではない。この子を生かしておいても厄介なことにしかならないと思うけど。アサギ色の大服、新選組の方ですか？そうだよ。掃除。大服着てる時点でバレバレだと思うけど。新選組の方が、新選組の方を。気がつかなきゃ生きていられたのにね。助けていただいてありがとうございます。失礼します。
残念だな。僕が始末しちゃうつもりだったのに。はじめくん仕事が早いよね。アサギ色の大福。新選組、助けていただいてありがとうございました。失礼します。始めくん仕事が早い。